阿波の古だぬきと呼ばれた蜂須賀家政、したたかに乱世を生き抜く。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは蜂須賀家政について紹介していこうと思います。阿波徳島藩主として近世大名となった蜂須賀家、その礎を築いたのが蜂須賀家政という武将です。少年の頃から父と共に羽柴秀吉に仕い、やがて頭角を現して豊臣政権の一翼を担う存在となりました。しかし関ヶ原の戦いにおいて多くの大名たちが究極の選択を迫られる中、家政は思いもやらぬ方法で生き残りを図ったのです。乱世をしたたかに生き抜き、蜂須賀家を守り抜いた彼の生涯をご紹介していきましょう。父と共に秀吉に仕える。家政の父は蜂須賀小六として名高い正勝です。現在の愛知県阿真市にあった蜂須賀城を領しており、斎藤道三に仕えていました。正勝が野党の頭目だったという説もあるのですが、それは江戸時代に書かれた軍記物の話ですから現在では否定されています。おそらく濃尾国境にいた黒人怒号衆の一人だったのでしょう。しかし織田信秀との戦いに敗れて蜂須賀の地を追われ、正勝は致し方なく母の在所だった宮後ろに身を寄せます。やがて宮後ろ八幡社の宮司の娘松を妻に迎えました。一説によると松は北畠智則の側室だったとも。そして4年後の1558年に嫡男として生まれたのが家政だったのです。正勝が木下藤吉郎、後の羽柴秀吉と主従の契りを結んだのは1565年のこと。これ以降は秀吉に従ってほとんどの合戦に加わっています。一説には秀吉が信長に仕える以前に正勝に雇われていた時期があり、秀吉はその縁を通じて信長との橋渡しを務めたとされていますね。家政は幼少の頃、西江藩里にあるマンダラ寺本清院で学び、乱世を生きるためにさまざまな教えを受けたそうです。また領民を慈しむべきだという考えは後に徳島における藩政において生かされることとなりました。家政は教えを受けた恩を忘れず、現存する正道も1632年に彼によって再興されたものです。やがて13歳で元服した家政は父に従って戦陣に加わり、1570年の姉川の戦いで初陣を迎えました。若年ながらその活躍を認められた家政は秀吉から感情を与えられたと伝わります。この合戦の後に横山城を手に入れた信長は秀吉を城主に任命し、蜂須賀正勝が城代となりました。おそらく家政も父と共に横山城に在番していたのでしょう。家政、秀吉の木幌衆に抜擢される。1572年、秀吉の不在をついて浅井勢が横山城へ攻めかかってきました。この時に家政が見せた奮戦ぶりは凄まじく、堅牢な城を盾に鉄砲隊を巧みに指揮し、見事に敵を撃退したといいます。また1573年に越前の朝倉義景、次いで北近江の浅井長政が滅ぼされた際、家政は父と共に功を挙げています。続く1575年の長篠の戦いでは秀吉騎下として大きな手柄を立てており、長篠合戦図屏風には秀吉と共に家政の勇姿も描かれていますね。また石山本願寺との戦いでは家政の勇敢ぶりを信長が称し、150石が与えられました。家政はこの頃から秀吉のそば近く付き従うようになり、譜代衆の一人として遇されたのです。いよいよ秀吉による中国地方遠征が始まり、
家政は父と共に戦陣に加わりました。1580年2月、長く続いた三木城包囲戦が終わると、今度は西播磨に勢力を持っていた宇野氏に矛先が向けられます。しかし宇野正頼は堅固な長髄城にこもっており、力攻めでは落とせそうにありません。そこで秀吉は主力を瀬戸内海に面した阿賀城攻めに振り向け、八束伏を長髄城の抑えとして残したのです。正勝は城兵が一枚岩でないことを察知していたため、一計を案じました。城方の当時五郎左衛門を内通させて門を開けさせ、一挙に攻め込んだのです。家政もまた城内へなだれ込んで多くの敵を討ち取りました。城主こそ逃がしてしまうものの、指物長髄城はあっけなく陥落し、西播磨は秀吉の手に落ちたのです。この戦いで先行を称された正勝は辰野城5万3000石の大名となり、正勝の娘と黒田官兵衛の嫡男長寿丸の婚約が成立したのです。一方家政はこの活躍によって月毛の名馬を与えられ、秀吉直属の木ボロ衆に抜擢されました。木ボロ衆といえば馬周りの中でも特に選抜された精鋭中の精鋭です。阿波18万石の大名となる。1581年の鳥取城攻めでは、家政は港川沿いの平野部に陣を敷いて厳重に城を監視しました。そして城が陥落すると、いよいよ備中へと転戦するのです。1582年4月、高松城にこもった清水宗春は徹底抗戦の構えを崩さず、家政は降伏勧告の使者として派遣されましたが、宗春が首を縦に振ることはありませんでした。やがて羽柴軍は城を攻めることとなり、世に言う水攻めが開始されるのです。しかし高松城を包囲して2ヶ月経った頃、信長シストの情報が秀吉の陣へもたらされました。畿内へ転進する必要に迫られた羽柴軍は、毛利方と素早く和睦交渉をまとめて引き返します。この交渉で大きな役割を果たしたのが黒田官兵衛と八須賀正勝でした。続く明智光秀との決戦となった山崎の戦いでは、家政の奮戦もあって大勝利となり、翌年の賤ヶ岳の合戦においても大きな活躍を見せつけました。一連の戦功を称されて、家政は播磨の国左右に3000石を与えられたのです。ちなみに山崎の戦い直後に姫という女性を正室として迎えており、4年後には嫡男義重が誕生しています。その後も秀吉の天下統一事業に従って各地を転戦した家政でしたが、詳しい時期は不明であるものの、八須賀家の家督を譲られました。また父正勝の大きな功績も高く評価され、四国征伐後には八須賀家に対して阿波の国が与えられます。当初は正勝に対してあてがわれるものの、正勝は秀吉側近として生きる道を選んでこれを固辞。その代わり阿波の国18万石は家政が拝領したのです。1586年山深い一宮城に移るものの、手狭で交通の便も悪く、海から遠い立地であることに家政は大きな不満を持ちました。そこで海や川に近い平野部に新城を作ることを思い立ったのです。商業を発展させて領民を豊かにするには、やはり城下町が必要だ。そう考えた家政は海に近く吉野川の河口部にあたる井の山に城を築かせました。そして2年後、堂々たる徳島城が完成したのです。徳島城が竣工した際、家政はその祝いとして領民が好きなように踊ることを許したそうです。民衆が踊る姿を見て家政も大層喜んでいたとも。やがてその踊りは姿を変え、現在の阿波踊りへと伝承されていきました。石田三成との不和。1586年5月、秀吉の宿老として重きをなしてきた正勝が死去。
これを機に家政も豊臣譜代大名として政権の屋台骨を支えることになります。しかし秀吉による天下統一が進んでいく一方で、徐々に武断派と文治派との圧力も大きくなっていきました。兵隊や行政、実務を司る石田三成、夏川正家ら官僚は事あるごとに自らの能力を鼻にかけ、かたや弓矢の方向こそが武家の本懐だとする秀吉子飼いの豊臣大名たちは、そんな官僚たちを蔑むようになっていたのです。そんな圧力が決定的となったのが朝鮮の役でした。当初こそ順調な進軍ぶりで破竹の勢いだった日本軍も、泥沼化する戦況と兵隊の不安から徐々に焦りの色が濃くなっていたのです。1597年の慶長の役において、ウルサン城の援軍として赴いた家政ら1万3000は見事に明朝鮮連合軍を撃破し、浅野義長らを救い出しました。ところが戦目付だった石田三成の妹婿福原長田からは、家政は進んで合戦をしなかったと秀吉に報告したのです。不興を買った家政は日本へ召喚されて弁明を試みるものの、三成は戦目付の報告を擁護するばかり、家政の言葉には耳を貸しません。ついに家政は領国への蟄居を命じられてしまいました。こうして三成に対して深い恨みを抱くことになったのです。秀吉が亡くなってようやく朝鮮の役が終わると、さすがの三成も自らの態度が敵を増やしてしまうと自覚があったのでしょう。仲直りを図るべく家政の屋敷を訪ねたそうです。三成は、私も家政殿の武勇にあやかりたいものだ、ぜひ名刀を譲っていただけまいかと懇願しました。ところが家政は顔色一つ変えずぽつりと言いました。そなたにはふさわしくなかろう。完全に面目を潰された三成は顔を真っ赤にして屋敷を後にしたそうです。よほど三成への恨みが深かったのでしょう。1599年に前田利家が亡くなったことを機に、加藤清正や福島正則らと語らって三成を襲撃する動きに出ました。この時は事なきを得るものの、家政は徐々に徳川家康へ接近していくのです。関ヶ原の戦いで不可解な行動をとる。やがて徳川家康と上杉景勝の関係が決裂し、大軍を率いた家康は会津遠征のため機内を留守にします。家政は嫡男義重に100人ばかりの兵をつけて送り出しました。一方、この機に乗じて挙兵した三成は、毛利輝元を総大将に仕立て上げ、多くの大名を味方につけようとしていました。大阪城にいた家政にも参戦の誘いが来るわけですが、家政は真っ向からこれを拒否、逆に輝元に対して挙兵に加わった行為を批判する書状を送ったといいます。味方にならないのであれば即刻所領を返上するべきと輝元から命ぜられた家政は、あっさりと挺発して高野山へ登ったといいます。しかし家政には老獪な考えがあったのです。私は高野山へ登りますが、我が家臣団は西軍の手駒としてお使いください。このように申し出る一方で、家臣にこう言い含めました。周りは西軍ばかりゆえ敵対はできぬ。かといって三成に味方するつもりは毛頭ない。その方らは従軍するものの、戦わぬでもよい。こうして家政の意を受けた家臣団5000は、西軍主力に従って北陸へ赴きますが、頻繁に休息したり仮病を使ったりといったサボタージュを繰り返して、一向に進軍しようとしません。家政は自軍を損なわずに状況を見極めようとしました。家臣たちを西軍に従わせるものの、戦うなと指示を出し、東軍には嫡男義重が同行しているわけです。これで東西どちらが勝っても生き残れることは間違いありません。北陸でほとんど戦うことなく、関ヶ原の戦いは東軍の勝利に決し、
それを知った家政は家臣たちを率いて義重のもとへ加わりました。家康はその行動を咎めることをせず、西軍への不参加を貫いたことを評価しました。そして所領すら安堵されたのです。家政の老獪ぶりに伊達政宗は彼のことを阿波の古狸と呼んでいたとも。その後大阪の陣では義重の先行が大きかったとして淡路の国を与えられ、名実ともに大大名の仲間入りを果たしたのです。しかし自分を引き立ててくれた秀吉への恩義は忘れていなかったらしく、形見として与えられた包帯構造を祀る豊国神社を阿波に創建したといいます。その後徳川家をはばかって社殿を取り壊したものの、密かに祀り続けられたそうです。1638年、家政は81歳の高齢でこの世を去りました。まとめ、父の八須賀小六こと正勝は秀吉の宿老として広く知られていますが、家政は目立たないものの堅実な手腕で徳島藩の基礎を築きました。戦乱で荒れ果てた阿波の復興のために神殿開発だけでなく塩作りや藍作りが始まったのも家政の頃ですし、さまざまな産業を起こすことで藩財政を豊かにしようとしました。とかく勇猛さや強胆さをひけらかす武将が多い中、家政は強さと優しさを併せ持った殿様だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。